はい、こんにちは。皆さん、フルスピードで走るのが俺の人生だった、このコメントをご存知でしょうか。私はですね、YouTube でですね、車の動画を上げてますので、自分が YouTube を視聴するときにですね、おすすめ動画に車のね、事故だったり渋滞だったり煽り運転だったりっていうのが出てくるんですね、おすすめに。そうするとやっぱり重大事故なんかあると、テレビ局の動画なんですけれども、そこでね、真面目なニュースが流されてるんですが、そこで死傷者が何人出たとか、重大事故になった、火事になった、大変な動画なんですけれども、そこにですね、このフルスピードで走るのが俺の人生だったというコメントがですね、めちゃくちゃコメント欄にあるんですよ。いいねの数もすごい多くて、まあ死傷者が出る中、こういったなんか意味がよくわからないコメントをし合って、何が楽しいんだろう、我先へと競い合ってなんかコメントをしているのに憤りを感じまして、ちょっと今回ね、自分で調べて、解説をしてみたいと思います。じゃあこの言葉は一体何なのっていう話なんですけれども、ハリウッド映画のワイルドスピードという映画があるんですが、人気の映画で、チューニングしたね、車プラスアクションが混ざった映画なんですけれども、ワイルドスピードシリーズのスカイミッションという映画がありまして、そこのエンディングでですね、ブライアー・オコナーさんという方とドミニク・トレッドさんという方がいらっしゃるんですが、ドミニク・トレッドさんがお別れをせずにね、去っていくというところで信号待ちをね、してるんですよ、車に乗って。そこへこの後ろからこう横付けに来た車がブライアン・オコナーさんなんですけども、そこでブライアン・オコナーさんが車越し、窓を開けて車越しに、おい、別れの言葉はなしかと問いかけるんですね。その問いに対してドミニク・トレッドさんが、フルスピードで走るのが俺の人生だった、だから俺とお前は兄弟だったっていうコメントを残して、ここでエンディングになると、そういったいわゆる最後の名シーンみたいな、そこのコメントが取り上げられた感じです。じゃあなんでそんなに急に書き込まれるようになったのっていう理由はですね、経緯はですね、 TikTok から来てるんですね。やり取りのシチュエーションを車2台並べて真似をしだしたんですよ、皆さんで。そこで盛り上がったみたいで、そのコメントが YouTube の方まで流れてきたっていうのがね、流れです。もちろんこのセリフ自体はですね、多分某掲示板でもあったと思いますし、その後に TikTok でね、このやり取りを真似て流行ったというのもあると思います。また動画のね、内容によっても、フルスピードで走るのが、その走るっていうところを丸々するのがっていう、ちょっと言葉を変えてですね、変化させて楽しむっていうやり方もあるみたいです。ただこの言葉が書かれているのが、いわゆるフルスピードで走るというのと、車の交通事故という、この悪い意味でね、マッチングしちゃってるので、そこの事故に対してコメントを書いてしまうので、非常に印象が悪いと。怪我人が出てる中、大喜利のようなね、書き方をする方もいるので、ふざけているのかなというイメージになってしまいます。ブライアン・オコナーさんという方は、ご自身の交通事故で亡くなられているというのもあるんですよね。TikTok 経由っていうのを考えてみますと、どうしても TikTok って学生ですよね、若い方が非常に多いと思うんですけども、あまりね、おじさんでやってらっしゃる方は見かけないんですが、まあもしかしたら小学生でもいらっしゃるでしょうし、中高生も多い、大学生も多いと思いますが、コメントを残す動画のですね、なんて言うんでしょう、 TPO っていうんですかね、こういうのをわきまえないと、ご自身がですね、周りから白い目で見られますし、ワイルドスピードが大好きなファンにも迷惑をかけますし、このワイルドスピードっていうね、作品にですね、泥を塗るような行為ですので、やめた方がいいかなとは思います。本人はね、ただ楽しくやってるだけっていうのはあるんですが、自分のね、周りで友達が事故に遭った、それが動画になった、ニュースになった、そこでコメント欄変な言葉ばっかでふざけ合ってた、そうなるとね、ちょっとどう思うかっていうの分かると思うんですよね。ですのでね、しっかり考えてコメントした方がよろしいかと思います。反射的に我先へとね、書き込んでいいねをもらう、それが正しいのか面白いのかよく分かりませんけれども、いいよねって言われることはないのかなと思います。はい、以上がですね、フルスピードで走るのが俺の人生だったという言葉についての解説でございます。今回の動画、知らなかった、
あ、そうなんだ、へえという方はですね、ぜひ動画に、ね、グッドボタンお願いいたします。またこういった、ね、コメントへのご意見、いろんな視点からご意見いただけると勉強になりますので、よろしくお願いします。いやいや、ネタに対してね、マジになってるなよみたいな印象を受けた方は、ぜひコメント欄にですね、フルスピードで走るのが俺の人生だったと書き込んでいただければ、私も、あ、こういった逆にね、反対の意見もあるんだなというのを受け止められますので、そうコメントしていただけると助かります。そしてですね、こういった車に関することをいろいろとね、コメントもしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録もね、していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。